はいどうも、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんですと、ね。今回は裏続く大型補強と、ね、いうことで、いやー、現役ノルウェー代表の、まあ、フォワードウィングですね、ソルバッケンというとこで、急に来ましたね。どこで、ね、見つけてくんだっていう感じもしますけども、まあ、現役の、えー、ノルウェー代表と、ね、スウェーデン代表を、ね、獲得したばっかりはありますけども、この北欧レジェン、いやーね、こういう選手連れてこれんだっていうのも、ね、ありますけど、いや、本当大型も大型ですよね。 この代表っていうところだけじゃなくて、この背の高さ、186センチ、7センチあるというところなんで、いろんな意味のこの大型が、なんかうれつね、進んでる感じがします。で、それ以外にもいくつかね、遺跡の話が今回、入ってきておりますんで、やっていこことです。よろしくお願いいたしますと。 と、えー、いうことで、まあえーと、今シーズンもですけれどもね、えー、24年シーズンも、まあ、同時視聴生放送とか、えー、やりつつも、ウラレツの話題はどんどん、ね、やっていきます。まあ、僕がもう21年目ですね、ウラレツ応援ね、えー、もう21年目の応援には、えー、なってきます。まあ、毎試合、レビュープレビューもやっていこうと、えー、思っておりますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。と、えー、いうところで見ていきましょうかね、まずこちら。そう ノルウェー代表、えー、フォワードソルバッケンというところで、えー、左出しているのが、まあ、今シーズンの主なメンバー予想には、えー、なってきます。で、名前のとこに赤いマークがある選手は加入決定ですね。加入とか復帰、レンタル復帰の、えー、選手というところと、黄色マークがある選手は移籍の噂、まあ、インターと両方ですけどもね。まあ、何かしら対談とか加入の噂がある選手というところでございます。で、まあ、見ていくとそう、この間グスタフソンの獲得の発表、武田選手の復帰が、 発表されて後ろは結構だからね、まあ、中盤は、ね、安定してきた感じがします。で、センターバックのとこも、ね、え入れ替えがありましたというところと、あと左です小、ね、荻原選手の、えー、ところがどうなのかというところでございますけども、ソルバッケンですね、えー、この間の,の、えー、ノルウェー代表のゲームで左ですね、左のウィングをやっていたソルバッケンには、えー、なってきます、まあ、ハーランドいて、ねえー、ソルバッケンいてみたいなメンバーではありました。だががトップんとこににハーランンドがいて左のウィングにソルバッケンが いたんですけども、だから、ウラレッツでは、右で使うか、左で使うか、というところでしょうかね。どうなのか、ちょっとわかりませんけども、まあ、一応、左利きの、ね、ウィングというところ。なんで、まあ、カットインからの、えー、得点があると期待して、ね、右には、えー、置いておりますけども、まあね、こうどうなのか、ね。松尾選手も復帰するか、なんかレンタル延長かとか、どうなのか、見たいなところありますけどもね。でところで、前線、まだ決定型がないんですね,ね、えー。ボランチとかセンターバックとかは、ね、発表があったんですけど、前線、まあ、こんだけ黄色いマークが。 ある中で、まだ加入が誰も決まっていないというのは結構もやもやしますよね、やっぱりね。いやー、ね、ユンカーもだからね、どうなるかなんかトルコに行くんじゃないか、なんかあんま信う信憑性はないみたいですけどもね、えー、ねトルコみたいな話もある人、まあ、名古屋完全中でも大本営からの報道もあったんでと思うんですけども、ユンカーの意外とね、えー、こんだけ報道が出ていて、まあ、地元の新聞でもね出ていたんで、まあ、時間の問題と思いきいや、グランパスはまだ あれクラブの営業日は始まっていないんですかね、うん、どうなんだろうな、まあ、ちょっとなんとも言えないところです。まあ、前田選手もそうですけどね、ねグランパス関連、これからねまだ挙手が発表されていない選手は、えー、出てくるのかと、もしかしたらユンカーがねそれこそソロバッケンいて、ホイブラさんいて、コーチングスタッフとか監督にもユンカーよく知ってそうな方々がね知ってそうとか知っている方々がいっぱいいますんでね、ね、えー、これだけねユンカーに関連するね人物 ウレッツ結構集まってきていますんで帰ってくるっていうのも僕はユンカのねあれとしては悪くないとは思うんですしまあ、やっぱ得点力は名古屋でも発揮してたしまああのねグロインペインっていう噂は何だったんだちうぐらい、ね、活躍しましたんで、まあ、僕は前回言ってますがユンカはやっぱ J リーグで一番、ね、やっぱキックの生徒がこう得点のすよねシュートがうまい選手というのがありますんで。まあ 僕は言うんか戻ってきてほしいというタイプの人間ではあるんですけどね、ただそのとき外国人枠がどうなるかみたいな感じでおりますけどもね、それはまあ置いておいて、ソルバッケン選手、現在一応ローマからレンタルでオリンピアコスみたいなところでございます、身長が 186cm 中、話しまえば 87cm というところがありますので、まあまあどちらかというところでしょうかね、またウィングでこの高さはね、なかなかない、カリューっていう選手が確か昔、ノルウェーかな、見ましたよね。 ウィングができるカリウチュウ選手がいて、そういう選手は僕の中で印象的なんですけどね。でただ、ね、この J でねこんだけで高さ、J のこの高さ、なんかややこしいところがね、えーまあ、J リーグの中でこんだけ高さがあるウイングで言うと、京、ま、都、あの、ね、木瀬選手ですね、えー、なぜかウイングで使われた木下瀬選手とか原選手、この辺がまあ高さあるウイングというところだた、京都だから、ね、ウイングで彼らも使われていただけで、まあ、ウイングサイドハーフとかでね、まあ、こんだけ高さがある選手って、多分 J リーグいないと思うんでね、ねこれ、外で、ね、こんだけ収まる というかまあ起点作れそうな選手がいるのはまあ相当でかい他になアドバンテージをね得ることができますんでねただなんかね移籍した時がローマかななんかローマに移籍した時に結構こうね無理やりなんかね移籍したみたいな報道があって若干ね僕そういう人でやっぱ気になるんですねなんかこうねちょっと契約のところを結構無理やり、えー、強引突破して移籍したみたいな選手ってまあね過去にはいろんな選手いてまあユンカもそうですよねユンカもうなんかねこう綺麗な終わり方別れ方ではなかった。 たはず、売らレッき来たときですけどね、なんかそういう選手ってやっぱね、売らレットに来ても同じことをやっちゃうんじゃないかっていうで、その選択肢がある選手、まあちょっと自分が出席したいっていうクラブがあれば、ね、いい条件があるクラブがあればもう強行突破してやろうみたいな選択肢がある選手は、ちょっと僕もね、不安要素があるというとこで、まあね、どうなんだろうなっていうのはありますが、ただやっぱり戦力としてはね、まあ、実績代表レベルの選手なんでね、まあ現役代表来るんで、まあ力は間違いなくあるんで、そこは期待したいというところですけど、若干僕の中の不安の一つは、 それですね、うんまあどなたかまで6月までなんかレンタルっていう話でこれは若干不安要素ですね一応これヨーロッパのルール移籍のルールでこういくつかのこうクラブ、ね、所属可能みたいな1年間で2つかな、えー、までクラブは在籍可能みたいなルールがあってでこれだからねそればっンり次移籍しようとしたらこの冬の市場ではヨーロッパ行けないんですよねで AFC ならとか他の、ね、とこであれば OK みたいなところなんで、まあ、日本に来てくるというところでだから6月過ぎてね次の移籍 市場夏の移籍市場が開いたら帰りますって言って帰ると困るんですよ、だからね、帰りますって言ってもちょっと困るんでね、うーん、そこもだから不安要素かな、えー、っていうところ、まあ、うん、来てくれたら嬉しいし、ただ、やっぱこんだけ実績ある選手なんで、まあ、やっぱね、できれば1年間はいてほしいというところでしょう、どうなんだろうな、そこは多分ね、フットボール本部考えて動いてはいると思いますし、まあ、やっぱね、ネット上見て、あまりこうフットボール本部よくやったみたいな声がね、なぜか聞こえてこないんですよね。そいいいい選手来るらしいじゃないかっていう そこで止まっていて、なんかね、いや、フットボール本部よくやった、ねいい選手目つけてんじゃないかっていう声があんまりこう僕の前だけかもしれませんけどね、意外と聞こえてこない、なんか、やっぱこう、うまくいかなかった時はね、フットボール本部がダメみたいななんか言われてかわいそうだなんて、なんかいい選手の噂とかね、獲得に動いて、もうなんかフットボール本部いいねっていう、そこ、名指しのね、この称賛がないのはちょっとね、かわいそうかと僕は思うんで、僕は言いたいんですけど、いや、いい動きしているんじゃないかっていうところにはなってきます。ただまあやっっっぱ取取ててからね実際取って活躍し しないいとというとうこあありまますんでね、まあ、やっぱり移籍の評価って誰を取ったかとかじゃなくてまあいつ活躍できるように仕上げるかとかそこのところですよね、まあ、僕も以前言いましたけれども、中島選手とかねまあ、安倍選手ちょっとどうかというのありますけど、もまあやっぱ夏の移籍市場はね、うんまああんなもんであろうと、あんまり僕もね他のクラブの動きとか見て、もう夏の移籍市場ってそんな期待ができるというのがありますまあ夏の補強っていうのは、ある意味も来シーズンに向けたね、まあ、え先にこう手をつけておこうみたいなところもあると思いますんで、

なかなか難しいんですけどもね、ただ冬はそうも言ってられません冬は本当、編成の編成のど真、えー、ん中ん一番大事なとこになってきますんでね、まあ、失敗は許さない、ただ今のところ動きとしてはですけどもね、えー、本当ね、渡辺選手獲得発表なればとかね、えー、あとセンターバックの補強にも成功して、サイドバックも補強して、グーサフソン取っているんで、いや、本当、よくやってんじゃないか、やっぱ他のクラブとやっぱ比較は大事と思っていてね、まあコメントでね、他のクラブの、ね、動きが関係ないとね、他のクラブは関係ないと、売られてただけ評価設置、声があったんですけどもね、ただやっぱり 他のクラブの動きと比較して、ね、じゃあうちのクラブはどかいやうちのクラブ、他のクラブと比べたらいいんじゃないかとか、ね、どことは言いませんよ。どことは言いませんけど、いやどことこのクラブとか、あそこごたごたしてんなとか、ね、いろいろ有料記事とかのバキ、ね、記者さんのなんか、ね、つぶやきとか,か,なんか,見,たとか見たりとかしたらなんか、ねあ、あそこのクラブ苦しんでなとかなんか,、ね、なんか思って、それに比べたらうちよくやってんなっての僕の中では、ね、あるところも、ね、あるんですけどもね。とことで、まあ、いい動きしておりますんで、ぜもひうもうともね,、えー、やっぱね、いい動き。 まあ獲得決定すればね、これね、獲得決定すればね、よくやったなっていうね、ぜひともね SN、SNS でのね投稿をえよろしくお願いでというところでございますけどね。<laughs> ででままあうん長いいしておりますよねで そ,うそれ以外でいうと、柴田選手、ですね、えー、町,田せ町田選手じゃないや町田ルビアです、町田選手い,いそうだな、ゼ、えー、ルビアですねの移籍、まあえー、というところでね、ね、まあ、噂わさで言うとです、ね、まあ、これは、ね、決定ではありませんけれども、ただ、報道の、ね、感じかすると、ほぼほぼ決定じゃないかというところで、まあ、裏いつも何名か選手を出さないといけないので、まあ、これはしょうがないというところで、ね、まあえー、藤原選手はで大分というところで、まあ、藤原選手ね、ね、うん、足元を鍛えるという意味ではいいんじゃないか、まあ、1 8 0ンチって高さなので、どんだけセンターバックと。 今後やっていくか多分サイドバックとかの方が藤原選手は本当はいいのでしょうけどもね、1 8 0ンチでセンターバックとしてはまあ現代サッカーでは低い方にはなってきますんでね、なかなかに難しいというところで、ただ大分でこう足元というところですね、藤原選手がまあゼルビアではなかなかそこを求められてこなかった、足元のうまさとか現代的なね動きでセンターバックとしてのえビルドアップとかのところですけども、そこをまあ大分、片野坂監督の,下のところの元で鍛え上げて、帰ってきってほしいなじゃありますんで、頑張ってほいというところでしょうね。 で,であのやっぱ柴田でこれからのサッカー人生をね必要とされるところで頑張ってほしいかな、僕も柴田好きなんです。あのね柴田選手の初ゴールって僕、未だに覚えていてて覚えているんだけどそれが何年かね覚えていないんですけど多分ねシーズン最終戦だったんじゃないかあれはね多分シーズン最終戦の横浜 F ・マイノス戦でね一旦ゲームが止まったんですね一旦ゴール前でファールを裏やつがもらってね、えー、ファールもらってそこで得たフリーキックのところですね。柏木はボールセットしてで他の 選手は、まあ、ちょっと、こう、ちんたらちんたら動いていたんです。これね。相手ディフェンダーも、売られたの,の選手も、ちんたらちんたら動いていて、まあ、場面的に、こう、一旦セットして。ね、まあ、ゴールまでボール蹴るみたいな。ところだったっちゃありますが、そんな、仕事だけですね。そんな、なんか、仕事だけ、足を動かしていたんです。これ。ね仕事だけ動いていて、そこで、貸し上げがしっかり見てて、パス出して。この、ね、フリーキック、一旦、こう、間が空いて、変な間が空いたところで、仕事だけが動いてるい、決めるみたいな。ところがあって、なんとき、あ、仕事。 だって、柴田っていい選手だなと、さすがこう森田を超えるね一材とかね、えー、森田よりも評価高いみたいな選手って言われた時あるんですけどね、いやそういうところですよね、最後まで1人だけ足を止めないとか、そこで印象的な、多分あれが初ゴールだったんじゃないかっていうのがありますけど、そこは僕は好きな選手だったんですけど、なかなか難しい、で好きな選手だからこそね、ねまあ、これからサッカー人生、もうね若くないんでね、えー、活躍してほしいし、まあうん、期待したい、まあ本当ね、なかなかウラ列では絶対的なレギュラー選手としてプレーした期間 って本当短い選手にはなりますけどもいや、ね、やっぱり一度でも売られているユニホームを来た選手は、ね、応援したいですし、まあまあ、まだ分かりません、決定となればですけど、ね、頑張ってほしいというところでしょうで、木原、では長野ですね、まあ、来年もというところで、どうなんだ、あんまりこう出番なかったからな、ただ、ね、残す、長野も残すってことは、まあ、来季以降は戦力として、まだ、あ、何かこう、ね、輝きそうなものがあったのか計算ができそうなところがあったのかもしれませんけれども、まあ、2年連続で同じクラブというのは木原選手にとっても、まあ 安心してね、過ごすことができるでしょうし、まあ、生活面とか考えたら、まあ2年連続で同じクラブがいいんでしょうけども、ちょっと出番がな、ちょっと春先なんか怪我していたみたいな話もありますんで、まあ来季、今季かね、もう今期か、もう今シーズンか、えー、今シーズンこそ春先からね、エンジン全開で頑張ってこいというところでございましょうかね、はい。ということで、今以上です。以上、プラムテージューサッカーチャンネルのつつんです。でございます。その。